健康スポーツ整体院院長の平原です。今日はですね、下田方面から、国道で、遠いに、来る時の、道順をお話しします。ちょうどここですね、左側にカエル屋っていうのがありますけれども、ここを右へ曲がってください。城ヶ崎入り口です。国道の城ヶ崎入り口、ここを、右へ曲がります。大体ね、下田から、また、稲取、河津、そちらの方面から、来られる、患者様は大体この道を、使われています。ここのところで、右へ曲がってください。でですね、これ県道の、川名、八幡の線ですね。ここを、ずっとまっすぐ走っていきます。左側に、見えるのが田島中学校ですね。グラウンドが、見えます。田島中学校の隣はですね、東急ストアになってますので、スーパーマーケットになってますので、すぐ目印になると思います。これをまだまっすぐ、行くようにしてください。でまっすぐ行くと、左側に、伊豆高原郵便局があります。ここですね、伊豆高原郵便局、これも越えてください。で、もうすぐですね、右へ曲がります。どこかっていうと、今高架線、下に線路が走ってますけれども、それ高架線のところを、ここを右へ曲がります。目印としたら、右へ曲がったらすぐ、黄色い看板でラーメン餃子の味平っていうね、中華料理屋さん、これですね、ここが書いてありますんで、ここを目印にしてください。でここ中華味平の前をまた右へ曲がってください。はい、ここをまっすぐ、行きます。ここはね、もう、一方通行、行き止まりですんでね、向かいから車が来ることはまずありません。で、ここまっすぐ来るとこの右側、このね、広い芝生のところ、ここが遠いになります。で遠い、芝生の隣、ここ駐車場ですね、こちらの方ありますんで、10台ぐらい入りますんで、空いてるところにどちらでも、止めてください。こんな感じでですね、はい、止めていただいて、停車したらば、遠いの受付まで、来てください。よろしくお願いします。